さて時戸が座りましたね。そうですね。さあこの二人はもう過去さまざまなゲームでね、そうですね、名勝負を繰り広げてきました。さあ外人コメントでも Is this Evo? という、俺あれですよ、ゴッズガーデン、ゴッズガーデン1の時戸対ネモン、俺は好きですよ、あれ面白かったですね。さあ、あの時は破山衆を連発したネモチュンリーに対し、ダイヤ式カラキャン申告を決め、いつまでやってんだてめえはよーという、みたいなね、煽りを入れたというところですね。あれも結構前ですね、8年前ぐらいですね。さあ、時戸豪輝、お披露目ですよね、これ。先ほどちょっと時戸くんに話を聞いたところ、ちょっとまだ豪輝は今のところきついというような話もしてました。しかしね、ちょっと1回は使ってみようという心持ちらしいので、今日は豪輝という形ですね。出番？リードを奪ってるのは時戸。さあ、位置が入れ替わる。タッチパンチ。さあ、置き合いはユリアンの方がリーチ長いというところか。しかし垂直からコンボ入れました。画面端を維持しております。さあ、元サードのユリアン使い時戸としてはユリアンの立ち回りには負けたくないでしょうか。普通に飛んできた。うわー、ロッチ入ってる。これはいったでしょう。安定コンボを入れて、さあまずはネモユリアンが1ラウンド。サンフレコパンで暴れたのかなってところだったっすけどね。ですかね。さあ、ゴーキはちょっとリーチも短くてネタは豊富ですが、こういうところですね。今のところそうですよね、ユリアの方がやっぱリーチは長いと思うんで、はいはいはい、さあここは入っていく。さあこれはクリティカルコンボですね。さあまだ時のシャーンのコンボが入ってしまうんだな、あれ超微妙だったと思うんですね。難しいですね、その判断むずいですね、あれは判断難しいですよね。さあ、これ中足波動、基本に今のところ基本に忠実なプレーをせざるを得ないというところでしょうか。どうだ、今回は要注意キャラ筆頭として上がってますよね、ユリアンはね。そうですね。なので対策は結構してると思うんですが、どうでしょう、歩いて画面端まで来ました。おっと、さあ中足波動確認、V トリガーからの昇竜締めしてどうする。これはガードしている。小畑つまき波動昇竜。さあ時戸が取り返しております。シンプルに EX ヘッド打ってきましたね。さあ対空昇竜、3ラウンド目は時戸豪輝が先手を取っております。さあ残空から攻めるが、投げているのはネモユリアン、 EX 昇竜。さあここで押し返してきました。ここらで1本使っとくかみたいなところ、そういう心理もありますからね。ゲージ溜まりますからね。さあ100機から行くが、さあどうだ、ちょっと自分これだけ見て了解です、いようかな。はい、あとここは飛び後ガードしてしまったが、でも、ね、同じ昇竜でもキャラ変わると出なかったりしますよね。そうですね、そういうところやっぱありますよね。どうだ、尺目中が入っている。さあタックルは持続になっているか、コパンが入らず、さあ飛びが入っている、コパコパ竜巻昇竜。さあこれは相打ちになっている。さあ V スキルも構えて、さあ EX タックルが張ってタッチガードしている時の攻撃発動したが、ここでさあ8年前を彷彿とさせる瞬獄殺を決めていきました。やりおりますね。ちょっと自分は試合なんで頑張ってください。ドキウェイ、さあ時戸豪輝、ここは読み合いの強さを見せつけましたね。さあ配信にもバッチリ映ってプロの面目躍如というところでしょうかね。さあ大将金デブというパターンはちょっと珍しいかと思いますが、
そう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 。あ、どうもでーす、R です。チョコに言われてきました。はい。どうも吉田さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。これは、まあ、年末すぐ会いましたよね。年末も会いましたね。はい。ドキドキンデブですか。そうですね。今はい、キンデブが大将という珍しい布陣で、はい、で中堅時戸という感じですね。激アツですね。これは両者合気っていうのはいいですね。いろんな動きが見れそう。いいですね。これスト4勢的にはやはり時戸合気、ゼロスリー勢的にはやはり金デブ合気と、そうですね、いうところでそれがスト5でね見れるというのは確かにな。ブーちゃんの合気が強いっていうことを知ってる人ってどれぐらい今いるんですかね。まあ、スト4の合気も相当強かったですからね。金デブ合気ですね。ほとんど名古屋人は、まあ、はい、桃地君の合気とこの金デブ合気をほぼほぼやってたということですからね。懐かしいな。これは黒が、あ、よく着てる方がブーちゃんですね、金デブ、ね、はい、で上半身はだけてる方が時戸と。アルさん、もう合気の技目バッチリですか。合気の技目ですか、はい、いや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 、なかなか難しいです。え、これなんかコメントテンション低いみたいな感じで書かれてたんですけど、なんかテンション上げたら上げたでうるせえって言われるのがガーフっすね、これ。まあまあそこは好きな方でいきましょう。あの、ただ、はい、R さんもちょっと豪気の技目まだということであって、私もシーズン2全然勉強不足なので、 あまり調子いきすぎるとちょっと失言がありそうな気がします。あ、落ち着いたテンションの方がいい気がします。そうですね。、はい、普通におしゃべりしてくれればって言われてるんで。さあ、中段からしました。どうだ、さすがですね。今回これ中足波動トリガーは、おーっと、お互い押し返し形になりました。いやー、トリガー状態はなんとかしのいでと。いや、時間がない。中足波動トリガーいいですよね、セミキャンみたいな。いいですね。おーっと、中足置き、まずは時戸と。さあ、時戸合気は、先ほどもね、メモリアルはもう歩いて画面端に追い詰める等々、ほう、だいぶで、自分のパワーでやっていこうというのは見受けられますね。素晴らしいです。あれですよね、おー、うまっ。時戸さんはもう合気一本宣言をしたという噂は聞いてるんですか。という噂ですが、まだまだというところはありますかね。まあ、そうですよ ね、 ね、その覚悟はすごいなと。まあ、時期総称感あるでしょう。さあ、うまい、さすが自動昇竜と言われる金デブの体育、ますね。さあ、ここで中足波動発動、この辺の確認はさすがですね。波動締めからの処理、裏に回ってるか、おお、ここもしのいで、まあ、両者ね、この時期のなんかネタ的な行動は熟知しているでしょう。この時期だとしてもある程度匂うところの動き対策は分かっていると。トパンガのネタと平和町のネタ、うん、どっちが勝つかと、そうですね、いうところはあるでしょう。まあ、攻略の深度の勝負と。体力リードは金デブ合気という状況、赤い髪。いやー、でもゲージがマックスなんですよね。こうなると瞬刻のプレッシャーが一発圏内でもありますよね。はい、ありますが、さあ、それをどうしのぐか、怖いところ、うわー、微妙な前歩き。さあ、ガードが硬い。どうする、歩いてきた、うわー、歩き投げ、ガードしている。いや、うまい。さあ、もう橋とか行ってる残り時間ではないが、削らないが気合い、あと7秒だが最後は最速暴れ。いやー、ただ両者時戸さんの方がちょっと余裕が見られましたね、表情に ね、 今はリードしているという状態はありますが、まず先手を取ったのは金の動き。やっぱあれですね、上が出すぎるから、うん、結構 EX 残空で濁そうという動きも見られますね。もともとね、体育潰し的な行動得意ですよね。うん、時の君のプレースタイル次第で、いや、し返して、さあ、空陣も使ってきました。中足波動トリガーが、中足の先の距離がやばいことになってますね。ギリギリですか、中足波動、もう火力で取りに行った。さあ、トリガーには行かなかったですね。行かなかったですね。
さあ若干の体力リードはまだ金デブ同期だが、投げる一つどうだ、中盤当たっておいてる、ここの中段、いやー高らかにガッツポーズは金デブと、今のはちょっと仕掛けどころがうますぎました。